はいどうもこれこれです。今日の動画はですね、はい、もしかしたら逮捕者が出るかもしれないというついに来ましたか。本当にもうそのぐらいの展開になる可能性がある話で、はい、大阪のとあるレンタルルームを借りて、はい、今こうやって撮影してるんですけども、はい、僕のところに依頼が来て偽物の弁護士に被害を受けましたと。いろんな YouTuber とか生放送してる人に、はい、僕弁護士だからちょっともし困ってることあったら何でも言ってよみたいな誘い文句をしとると。でいろんな活動者がその人に相談をするわけですよね。個人的な相談を、で、はい、個人情報を渡したりだとかお金を請求されてる人もいるとっていうのでめちゃくちゃ被害に遭ってると、はい、その弁護士偽物なんですけど、じゃあなんでみんな信じるかっていうと画像があるんですけど、はい、まあ、このようにですね弁護士バッジをちゃんとつけとると。でなんちゃら法律事務所みたいなハンコもあると。結構良い周到ですね。で実在する法律事務所を語ってるんですよ。なりすましをしてるとっていうので信じちゃうんですけど、これ画像あるんですけど、はい、弁護士バッジのこれよく見るとこれアマゾンで売ってる偽物なんですよ。金ピカの1500円で売ってますでこれが犯罪行為なんですよね。弁護士ですって言ってお話聞きましょうかっていうだけで2年以下の懲役の刑になったりとか300万円以下の罰金になったりするぐらい問題なことです。医者で言う医者って語って医療行為するみたいな。でその人物がどうやらなんか70歳くらいのおじいちゃんだと。結構なジジイです。クソジジイなんですよ本当に。見た目からしてでも確かにちょっとなんか弁護士って言われたらなんか弁護士っぽいんですよ本当に。おなるほどね。で法律の知識もちゃんとあるっていう、うん、そこが結構ねやっぱみんなが騙されるとこみたいで。じゃあ資格を持ってない以外はバッチリみたいな。マジでそういう感じなんですね。配信者お金ない人多いですから、ね、だからやっぱりこう無料相談所以外にもうちょっと力になってるくれるって言った人がいたら、まあペラペラ喋っちゃいますよねそれはね。まあなんで今からですねここにですねそれ偽物弁護士を呼んで問い詰めるっていう動画を今から撮ります、はい、結構踏み込みます。今回もガチだってわざわざ大阪にまで来てね。確かに、うん、しかもこんなカップルチャンネルみたいなね部屋で今回ね協力者がいるんですけど、その偽物弁護士に元から相談してた女性がいて、はい、その女性が今日会う約束をしてここに連れてきてくれると。協力者と、はい、あと被害者の配信者さんたちが結構今いるんで呼びたいと思います。はい、はい、ということでねまずこちらの方たちが配信者、あもう全員配信者なんでしたっけ。あ全員配信者です皆さん。で全員被害者といろんなね配信サイトで声かけたりしてるみたいですね。困ってる人に声かけて個人情報を聞いては、うん、みたいな。でまあツイッターもあってツイッター見ると、はい、もう自分であの弁護士ですみたいなもう言ってるとアイコンも弁護士バッジっていうねちょっと一人ずつどういった被害に遭ってるのかっていうのを、はい、まあ、詳しくちょっと聞きたいと思います。こちらの配信者の方、はい、集団訴訟の件で、はい、サインしてくださいと一緒にやりませんかっていう連絡をその偽弁護士からもらって、はいはいはい、でそういうことやられましたよねいろいろ相談してたんで自分も、はいはいはい、誹謗中傷だとかそういう、うん、そういう件のね、はいはいはい、じゃあお会いしてサインもらえませんかっていうことで会ってサインしたんですけど、うん、サインっていうのはど何にサインしたの。告訴状みたいな。そうですね、相手が弁護士として作って告訴状にサインをしたってことですね。もう、はいはい、アウトですね完全に。で今それも画像もらったんですけど、はい、告訴状この画像見ると完全に法律事務所の名前語ってるんですよ他の人、はい、でもそっから話は進んでないってことですか。そっからなんか出しますねって言ったままもう連絡もない。出したらね偽物ってバレちゃいますもんね、うん、それいつ頃。最近。最近ですね。いつ2週間3週間10日ぐらい前。お金は請求はされてないですか。いやされてない。あじゃあ無料でやるみたいな。なんだろうね。何ですかね本当に。何がしたいんだろうね。お金を取りたいわけではなさそう。でこちらの方は、はい、ふわっちで配信をしているバルコンと申します。配信上のトラブルで弁護士契約を、はい、お金を払うのでしてほしいっていうところまでお話をしたんですけど、はい、まあ、最終的にはそれは引き受けられないっていうふうに断られてしまう。あ話聞くだけ聞いてやっぱりやめときますみたいな、はい、でまあ、僕も結構相談の段階で、まあ、例えばそれが他に漏れてしまうと、うん、あの不利になってしまうようなことなんかも話してますので。ありますねそういうのもね、はいはい、個人的なさこう被害内容をさ、はい、弁護士で言うのでさ弁護士守秘義務があるから言わないやん絶対。そうです、ね、SNS に書いたりしないやん、はい、でも偽物に言っちゃうとその可能性があるっていうのがめちゃくちゃ怖いよね。そうっすね、うん、こちらの女性の方も。私は金銭トラブルでちょっと相談してました。調停っていうやり方があるから、うん、まあ、それでやってみたらどうですかみたいな話を一度喫茶店であって話しました。はい、なるほどなるほど。でその話の続きを、はい、今日ここでするっていう約束をしてます。ああなるほど。でもうあと40分後ですね。40分後に待ち合わせしてるんでこの女性が。今日はちょうどねもう台風が来るでめっちゃ大雨なんですよ大阪だから本当に来るかって感じなんですけど一応でも来るって言ってるんですよね LINE で。あじゃあこれで来なかったらねちょっとどこにねこの怒りをぶつけていいのかちょっと僕も分かんないんでせっかくわざわざ東京から大阪に来て確かに。でこちらの女性はこれこれさんに DM をしたんですけど、はい、
って、うん、みんなで集団で訴訟しようっていう話になったんです。でその時にあの配信で僕が代理人弁護士として立ちますよって言い始めたのがその偽の弁護士だったっていう。なるほどなるほど。で節々でなんとなく変だなっていう部分はあったんですよ。でも法律にすごい詳しいんで、本物なのかな偽物なのかなみたいな感じだったんです。で食事をするシーンがあって、その食事をするシーンでジャケットを置いていったので、はい、次離れる時にジャケットを置いていったので体調確認しようって言ってバッジをパッてめくったら偽物だってなったんです。なるほどね。はい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 、もう、うん、あのその偽物だってなった瞬間もう本当手が震えて、うん、いや怖いね、確かにね、うん、やばいやばい。でそこそはこれは一体誰なんだみたいな感じになって、うん、これさんに言うのが伝わる。なるほど、はい。いやでもそれがなかったら分かんなかったってことですかね。だから話がうまいんですかやっぱり。あじゃあ話はうまいです。あやっぱうまいんだ。祭祀ってことやね普通にね。まあそうそう、本物かどうかを一応確認するために弁護士協会の登録番号を教えてほしいって言ったんですよ、うんうんはい、でそしたらその登録番号を送ってきたのが、はい、その実在する弁護士さんだったんです、うん、なるほどなるほど。後々作ってきた書類にも全部その弁護士さんのお名前が書いてあって、うん、やばいやばいやばい、それが記載されてた。やばすぎる。ここ数ヶ月でやってる人ではないですよね。そう人ではないですよね。多分長年やってて20代からやってるんじゃないですか。もう50年ぐらいやってるみたいな。それをすげえよ。過去にこの事例で捕まってる人もいるんで実際に。あそうですね、いますね、うん、その人も71歳でした。なんだろうね、70になると語りたくなるんかな。顔をさこう本命人に載せてない弁護士でそういう被害に遭いやすいんだろうね。あってことになりますね、うんうん、だからやっぱちゃんと顔がね表示した方がいいかもしれないね。ということでね、一旦僕らはここから出てね、はい、で女性は待ち合わせするということで偽物弁護士に、はい、いや来るかな本当に。今なんか LINE 来てないですか。あと30分ですよ、まあ、でもこれ来なかったらね、もうだって顔バーンってもうこの動画で最初にこの人気をつけてくださいよっていう動画で終わっちゃうんで。確かに、うん、ここもこんなにねみんな集まって本人が来なかったらね。いやきついな。でもそれいやまあちょっとね、初めての出会いがいきなりリア凸してきて。あーリア凸なんですね。配信中にってことですよね。うわそっからか。自分子供連れて遠征に来てて、はいはいはい、リア凸したいですって言われて、はい、おもちゃ持ってきてますって言われてリュック一緒ってきたんですよ。そのリュックの中、はい、子供用のおもちゃパンパンに入ってて、それを全部こううちの子供にこれあげるよこれあげるよってやってくれて、はい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 、じゃあご飯食べ行こうってご飯も出してもらって、どこ泊まるんですかって、はい、聞かれたから、いやまだホテル取ってないんですって言ったら、はい、じゃあちょっと待ってください、今スイート取ってきます。えで本当にスイートだったんですか。で、スイートは取れなかったんですけど星野リゾートのスイートに1個下、はい、でも星野リゾートすごいとこですね、はい、どうぞ泊まってください。それ手口なんですよ。私にも、はいはいはい、東京リーガロイヤルホテルのスイートを取ってあげてって言って予約した画面を見せられたんですよ、はい、そこキャンセルして、はい、なんかホテル取れなかったって言ったんですよ。スイートでね、甘いワナスね。じゃあもうあでも一個したのは払ってもらった、払ってもらったっすね。スイートはもう勘弁してくれって言ったんですよ。そんな身分じゃないから謙虚する。普通のホテルでいいっすよ。お金を取るどころか相手から出資をされているってことですね。なんだろう、何が目的なのかいまいち分かんないよね。本当によく分からん。お金を請求されてる配信者もいる。ああ他にも、はい、今この場にいないけど他にも被害を受けてる方で、まあ、だ 2,30 万ってことですよね。そうです、はい、25万円を振り込むように、うん、うまくねこの作戦が成功して、はい、この偽物の弁護士がここに来たら僕が突撃して、まあ、あらかた聞いてその後配信者たちも入ってもらって、はい、どういうつもりなんだと、うん、でその後もう警察呼んで何とかしまいます。やっぱねここでね僕らがね問い詰めたところでね、もしかしたらね、うん、あの解散した後にそいつが逆恨みで SNS にねこう個人情報とかもばらまく可能性もあるから、あやっぱ警察入れてねそこはねしないようにっていうのと、そうっすね、あと相手がどこに住んでるかもねやっぱ把握しとかないと訴えるってなった時も大変やから、はい、他にも被害者、私たちが把握してない中で被害者がたくさんいると思われるんですよ、うんうん、なので、まあ、最初はそこに。まあそうですね、その人たちもね多分この動画見て、はい、え私が頼んでた弁護士で偽物なのみたいな。うーん、いやだなそれ。じゃあちょっと待ちましょうかね来るの。そうですね、はい、どうですかってか来ました LINE。 いやまだちょっと頼むぞ本当あと30分。てよくぞ今までバレなかった。いやみんな信用しちゃいますね。
トークで。トークで。トークで。こういうことなんですけど、あ、それはこういう法律に当たりますんで、こうしましょう、ああしましょうって、もう淡々と返ってくるんで。なるほど。ツイッターで事務所の書棚みたいな。なんですか？事務所の書棚みたいな写真を。うわ、本がいっぱいある。うわー、でもこれなんだろうね、拾い画像なのか。検索かけたことありますよ、それ画像。かけました。あ、かけた。出なかった。画像検索しても出ない。自分がそこに相談してその時に写真撮ったとか。まあじゃあちょっと一旦待ちましょうか。はい、はい、皆さん返事来ました。来ました。はい、でしかも着きましたって来ました。ちょっと予定よりも15分早いんですけど、まあ、なんでもう本人いるみたいです。待ち合わせの場所にこちらのねワイヤレスマイクを女性につけてもらって、はい、これ。あ、そうなん、わざわざごめんなさい、ありがとう。ちょっと私個人的にこのレンタルルームを借りたの、うん、なんで、はい、どうぞ。それでね、うん、ちょっと、うん、その子も一緒に同席で聞いてもらおうかなと思って、うん、そこ座っていいよ。あ、先生来ました。どうもどうも、はじめまして。はじめまして。ちょっと今カメラ回してるんですけど、うん、はい、ちょっとあの連れなんですけど、こちらの女性の、うん、ちょっとですね、なんか話を聞いてると、うん、ちょっとですね、階段から上がってきてこの肝心な時に今喋れないっていうあの、まあもう担当直に聞くんですけど、うん、じゃあ本当失礼で申し訳ないんですけど、え、弁護士さんですか本当に？それはなんか理由がありますか？はい、なんか理由があるんですか？もちろんです、もちろんです、もちろんです。弁護士さんなのかどうかをちょっと確認したくて、うん、はい、まあ、一応このこちらの女性から話を聞いた感じ、うん、ちょっと弁護士さんじゃないんじゃないかなみたいな、うんうんうん、っていうのがあって、うん、はい、で弁護士さんじゃないならないで、うん、ちょっといろいろと問題が起きてくるんですよ、うんうん、そうですか。で多分それは多分法律に詳しいと思うので、うん、結構分かってると思うんですけど、うん、そこら辺はどうお考えですか？まあ、ひとまず弁護士さんなんですか、うん、本当に？いや違いますね。違う、うん、え、ってことでじゃあ弁護士を語ってたってことですか？語ってたというか、まあ、別に、相談を受けてるだけ、はい、うん、なんかいろいろ証拠があって、例えば告訴状を作ったりしてるじゃないですか。でその告訴状に、うん、あの名前とか法律の事務所の、うん、住所とか書いてるじゃないですか、うん、でそれはあの別の方の本当に存在する人のを書いてるじゃないですか、うん、あとは弁護士バッジとかあったりとか、うん、ハンコも持ってますよね、うんうん、でそれはじゃあなんでやってるんですか？もともと昔そういう仕事をしてたんで、ハンコとかありましたよ。もともとそういう仕事をしていた、うん、あ、じゃあもともとは弁護士さんだったってことですか？弁護士ではないんですけどね。え、でもじゃあなんで弁護士バッジとハンコがあるんですか？もともとそういう仕事をちょっとしてたから。え、どういうことですか？弁護士バッジは弁護士さんしか、だから結果的に言ってください、はい、あ、結果的に、うん、え、偽物ですよね、うん、だから、え、犯罪行為じゃないですかそれ、うんうん、だからじゃあ告訴してください。告訴じゃなくて、まあ、じゃあできれば今警察呼んでいいですか？じゃあってことになりますよ普通に、うん、で、あの、うん、僕らが何で来てるかっていうと、被害者がめちゃくちゃ多くて、うん、あなたが弁護士さんだと思って個人情報を渡してる人たちいっぱいいますよね、あなたに個人情報をもらってる、はい、もらってますよね。その弁護士じゃないと話せないような話をしたりしてるんですよ。弁護士だから話しているっていう、うん、相談内容聞いてますよね。この女性の個人的な被害内容聞いてますよね。あ、被害内容は聞いてます、ね、でいろんな人から聞いてますよねそれ。いろんな人はそんな聞いてない。いや僕ら結構もう証拠持ってるんで、うん、そうですか、はい、じゃ嘘やめてもらっていいですか一旦、うん、はい、でもその今言わかったみたいに個人情報をたくさん握ってるかどうかっても、はい、握ってることもあるかもしれないし握ってないこともあるかもしれない、まあ、握られてるっていう被害者が少なくとも4人いるんですよ、うん、僕のところにいるんですよ、うん、で証拠付きなんですよ。で録音もちゃんとあって画像もありますと、はい、はい、じゃあそれなぜやってるんですか？まず告訴状を他人の弁護士語って作成している、うん、弁護士バッジを持っている偽物のアマゾンで買った、うんうんうん、はい、それなんでやってるんですか？いや見えでしょ。見え、うん、見えだよね。いや、まあ、見えでやるんだと別にいいんですよ、うん、でも弁護士って嘘をついて人から例えばお金をもらおうとしたりとか相談を聞くっていうのは犯罪行為じゃないですか。それなんでやってるんですか？そこ見えたけどもう言うてしもうた以上は最後までその相談を乗ろうと思ってだけなんです、ね、法律に触れてるっていう認識はある？
ありますよね。そうですね、あの語れば法律に触れますね。要するに文書偽造とかになりますよね。偽造にはならない。偽造しますね。作ってしまって出してしまえば、はい、どうせなるとは思いますけど、その前で、はい、あ、作っただけじゃならないってことですか。え、でも騙してますよね、人を、うん、まあ、その行為自体がでももう犯罪なんですよ、はい、それはでもご存知ですよね。多分知っててやってますよね、うん、まあ、その部分は。そうですよね、そうですよね、はいはい、で実在する弁護士さんには迷惑かけてるのもご存知ですよね。まあまあ、まあ、そういう結果的になってしまえば、うん、結果的にって何、それを作って出してしまえば、それは出してしまえばじゃないですよ。出さなくても相談を乗ってる、うん、私は弁護士っていう感じで相談を乗ってる時点でもうダメなんですよ、うん、それもご存知ですよね、うん、なんでやってるんですか、うん、何が目的でやってるんですか。そう、目的は何なんですか。もう途中まで言ってしまってそれは切れなかっただけのことですね。あ、じゃあ見えで弁護士って言って、まあ、どんどん話が進んじゃって、うん、もう止めるに止めらなくなってっていう。そうです、そうです、あ、うーん、それいつからやってるんですか。ここはもう正直に、ここの 1,2 ヶ月とかそのレベルってあるんですか。 1,2 ヶ月、うん、この3、もう長くても、今年になってから行こうよ。それはなんで、あの配信者とかをターゲットにしてやってるんですか、うん、いや別に配信者をターゲットにというよりも、たまたまその出た時にそういう名前が出したんでそういう風に使ってしまったわけですね。ん、どういうことですか。なんか配信者とつながりたくて見栄を張って弁護士っていうアピールをしてるのか、え、あなたがだってこう相談乗ってる人って全員配信活動されてる人じゃないですか。たまたま、たまたま、たまたまたまですね。その中でしか他には一般でどんどんやってるわけじゃないから、そのためだけのことです。でちなみに被害者の一人はあのお金を要求された人もいるっていうのも聞いてるんですけど、あれはなんでお金要求してるんですか。あれはもう見えどころじゃないじゃないですか。だって本当に振り込んだらどうするんですか、うん、そこまで考えてない。考えてないですね。振り込むというのも考えてないですね。お金もらうということを考えてなかった。普段何されてるんですか。普通のボランティアしてみたりいろんなことやってます。ボランティア、うん、過去にやっぱりそういう仕事したことあるんで、うん、ボランティア、まあ、だからその弁ボランティアは全然いいんですけど、弁護士って語るのやめた方がよくないですか。そうですね、やめた方がいいと思います、はい、まあ、じゃあこの子二度とやらないってことですよ ね、 そうですね、まあ、まあ当たり前なんですけどそれ、うん、分かりました。でちょっとまあここで問題があって、うん、まあ、彼女とか、まあ、他の被害者は個人情報とか個人的なその悩みをあなたに言ってるわけじゃないですか、はい、でそれを勝手にペラペラ喋られるの困るわけですよ。ああ、であなたはあの弁護士ないから別に趣旨義務もないと。趣旨義務、ね、趣旨義務、うん、買いました、はい、うん、もうないじゃないですか、うん、だから不安なわけですよ、うん、なんでそこをちゃんとしたいっていう今回、うん、なので僕らもちょっと呼ばれてるんですよ、うん、はい、で例えばじゃああなたどこの人でどこに住んでるかも分かんないじゃないですか、うん、じゃあ身分を控えてもらって、もしあの公開された場合はそこで訴える、すぐに訴えれるようにしとくとか、うんうん、まあ、その身分をね公開したくないんであれば今警察を呼んで警察の方にそう介入してもらって、うん、そこをちゃんとやってもらって、うん、もうどっちかっていう、うん、僕はあなた方の身分も何も分からない。なんで僕らが身分をあなたに教えなきゃいけないですか。いやだから逆に言うと何も分からない。あなたはだから弁護士、そう、犯罪行為してるじゃないですか、はい、でも僕は逆にだから別にだから僕らに言わなくていいですよ、うん、ここでやってもらっていいんですよ、はい、今僕ら提案してるだけなんで僕らの個人情報を教える必要はないじゃないですか、うん、提案してるということですね、はい、理由は分かりました、はいはいはい、介入してるのかなと思いましてね、はいはい、で僕はあゆさんの本名も名前も分からないんですよ今。でも分かってる人いますよね。いやいや今の時点ではあゆさんとの話やから、はいはい、あゆさんとは僕は何も分からないです、はい、あでもちなみに今日被害者あの3人呼んでるんでもうすでに、うん、じゃあ呼んできていいですか被害者。ああ、いえいえ、それです、はいはいはい、まあ、じゃあ呼びます、後で、うん、え、その語ってる本物の弁護士いるじゃないですか、うん、その人との面識はどういう関係なんですか。ない、別にない。ないですね。勝手にやってんですか、じゃあ。だから騙すつもりで弁護士を語ってますよねって、うん、ちなみに情報も財産ですからね、一応相手の財産を侵害、うん、法律、弁護士を使おうとして侵害しようとしていることには変わりないですよね。そうですね。どう思いますか。知られたくないことなんで、弁護士さんっていうのを信用して話したから、うん、これがまあ世に他にこう知られてしまうとちょっと私的には問題か、うんうん、どうしたかったんですか。だって弁護士じゃないから相談を受けても結果何もできないじゃないですか、うん、どうしたかったんですか。いやだからもしも言われたみたいに何らかの形で、うん、聞いてた範囲から言うと
理性法に違反してるから、そこで何か調停の申し立てでもしてあげて楽になってくれたらいいなと思ったわけですね。そこで費用を発生もしないし、一番最初から僕言ってたと思う、お金はいらないし、そうやって書類を作って切手とか自分出してやる、印紙も出してやる、その代わりそれをそのまま自分で送ってしてしたら楽になるんちゃうかって言って、楽にしたかっただけ、その悩みがあるのは知ってたから、それをしたかっただけですね。で、なんでそれ弁護士語る必要があるんですか、それ、弁護士じゃないと相談乗ってもらえないと思ったからってことですか。いや、その前からもう今言ったみたいに嘘言ってたから、そのために最後はもうお金もらってなんとかっていうのはできないから、そこは分かってるから、まあ、でもさっき言ったんですけど、お金を要求されてる人もいるんですけど、じゃあそれは何なんですか。でもまあ途中でやめはったからよかったなと思って、ここ正直受けた時は嫌やなと思って思いました。でも断られてよかったっていう。あ、まあ、じゃあ何らかの理由をつけて後ほど断ろうとしてたってことですか。そうなんです。なんかどっかで断りたいなと思いながら、まあ、だから知識あるんだったら別に弁護士語らず普通に相談乗ってあげたらいいじゃないですか。うん、一番最初に弁護士で嘘ついたのは何がきっかけなんですか。配信ちゃいますかね、配信の中で。自分で配信しててってことですか。いやいや、自分は配信はしませんので。あ、誰かの配信に映ってる時にちょっと見えで弁護士って言っちゃって、でそこからも後に引けなくなってってことが。まずここから先はやめようというふうに思いました。今一瞬、いや、はい、考えたね、うん、これ以上もうやめよう。で、まあ、あとは責任がやっぱ発生するわけじゃないですか。だから彼女たちの個人情報を言わないっていう、まあ、誓約書みたいなのを必ずしてほしいわけですよ。でそれがもし個人間でできないんであればもう警察呼ぶしかないですよねっていう、うん、わざわざその弁護士の話をした次の日になんかあの法律事務所にいますみたいなツイートとかされてると思うんですけど、それも全部見えてやってたってことですか。そうですね。あれはどこですか。あれは友達のとこですね。友達にじゃあいる。うん、ああ友達がいるんですね。じゃあ、あります。弁護士のあります。え、じゃあその友、あ、じゃあその友達の弁護士は弁護士を語ってるとかでもちろん知らないってことですね。知らないですね。知らないし、もしかして例えばさっき言ったみたいにいざも困った時に、いや、やっぱりその和解交渉するとかなんとかなって引き寄った時にそこにお願いして、委託するみたいな感じですね。お願いしますねって言って回そうかなっていうのを思ってます。ちなみに今まで何人しました。僕らで把握してるだけで5人いるんですよ。そんなもんやと思います。そう、うん、あの分かると思うんですよね。あのそんなにもしもいろんなことがあったらもっと出てくると思うんですが。じゃああなたね、今ツイッターありますよね。ツイッターにあの僕は偽物でしたみたいなツイートしてくださいよ。まあそうっすね。あの削除します。おっしゃったら。いやいやいや、それだけじゃダメですよ、うん、削除しただけじゃ、うん、ツイートしないと、うん、ツイートして残しとかないと分かんないじゃないですか。もしかしたらだって今現在進行形で依頼してる人がいるかもしれないじゃないですか。なんか今もなおなんかその逃げようとする姿勢が僕はすごい気持ち悪いんですよね。だって今だでツイートも別に弁護士いなかったって謝罪すればいいだけの話なのに消せばいいっていう、何なんですかその微妙に逃げようとするスタンスは。やっぱりなんかその弁護士を語ってることに対しての罪の意識が全然ないんだと思うんですよ、うん、それはマジに何なんですかそれ。だっていわゆる配信者とかって、まあ、多分お金とかないんですよ人によっては、うん、だから弁護士っていうだけですごく頼るのに、だからその弱みを利用してるんだよ、うん、でそこの搾取に対してのなんか罪悪感が全然ないっていうのはマジで何なんですか。いや、あなたは別に見栄とか張ったりとか、まあ、いいですよ、優越感を得るためにやってるから。でもこっちからしたらあの打ち明けられないことを打ち明けてるし、それを打ち明けたことが偽物だったことによってさらに不安感を駆られるんですよ、うん、そこに対してどう思ってるんですか。さっきなんかもうしないとは言ってましたけど、別に謝罪の気持ちがあるとは一言も言ってないじゃないですか。別に自分さえ良ければいいみたいな感じですか。いや、ちょっと違うかなと思うんで、どうするんですかって。その責任をまずは今言わかったみたいにツイッターとかそういうのを削除していって外していく、ね、で削除じゃなくてツイートっすよ。削除してどうなるんですか、うん、理解しませんよね話を。またやるかもしれないじゃないですか、そんな削除なんかしたら。はい、だからツイートはなんでできないんですか。ちなみにやっぱバレたくないんですか、いろんな人に自分が偽物の弁護士だったっていうのが。別にバレたくなかったとかなんとかよりも、はい、そのまま僕としては削除してたらそれで終わるかなと思って、はい、いやだから終わんないですよ。それじゃ終わんないっす、うん、あなたのことずっと弁護士だと思ってる人もいるじゃないですか、うん、いや、はい、いいですよ、ツイートします。あ、ツイートですか。します、はいはいはい、それはあった。
はい、それで皆さん方が納得されるんであれば、はい、であとはじゃあ弁護士語って個人情報を抜き出した件の責任はどうするんですか。それも謝罪していかんと仕方がないと思うんで、まあ、でも謝罪だけじゃでもダメじゃないですか。だから SNS に書き込まないっていう誓約書を結ばないとダメじゃないですか。だってあなたがどこの誰かも分かんないですよ、うん、偽物の弁護士の名前しか聞いてないんだから、うんうん、逃げようと思えば逃げれるわけじゃないですか、うん、はい、だからそこの責任どういうふうにやっていくんですかって。被害者と今言わはったみたいに、はい、誓約書を出すのも一つやと、誓約書をお互いに結ぶのも一つやと思うんです、はいはい、うん、じゃあ個人情報を伝えるってことですよね、その時には。はい、うーん、まあ、じゃあひとまず被害者の方じゃ今呼んでいいですか。本人たちもね多分話したいことがいっぱいあると思うし、うん、確かに、まあ、できるだけ誠実に答えていただけたら嬉しいかなと、うん、もうここまでちょっと今の時点ですいません、来てくれる噛み合わないぜ。なんすか。いや、この時点で申し訳なかったというのは謝ろうと思って、はい、申し訳ない。はい、まあ、ということで来てもらいましたけど、まあ、いろいろ今ちょっと話をして、まあ、やっぱり偽物っていうのは認めましたと。で、謝罪する気持ちはありますっていう、うん、まあ、ただ謝罪だけじゃ済まないじゃないですか。やっぱ責任を取ってもらわないとっていう、はい、で多分いろいろ聞きたいこともあると思うんで、はい、お願いします。弁護士の番号確認しましたよね、はい、なんで嘘の番号で言ったんですか。騙してやろうっていう頭打ちから始まったんですか。いや、騙してやろうというよりも引けなかっただけですね。え、引けなかっただけ。最初そうやって嘘をついてしまって、でお金取らずにやろうということをやり始めて、ほんでもう引くところまで引けなくなったん でとりあえず書類を作って出して完結させようというふうに思ってました。ゼロワンにはお金請求しますよね。しました、はい、あれはどういうつもりだったんですか。どっかで断ろうというふうに思いながら、うんうん、あのタイミングよく向こう側がこう断ってくれた。いや、でも催促しましたよね、早く振り込めって。あ、そうなんだ、はい、うん、途中確かにそう しました。それなんでなんですか。でだってさっきと話が変わってくる。早くすることによってきっとこう僕思ったのは単純にやっぱり金銭的にちょっとしんどいとこかなと思ったんで、うん、早く催促することによってじゃあこれで申し訳ないけども禁止が来てるので受け入れられませんのでっていうふうに断るというふうに思ってました。催促することによって自分の筋書きはそれによって断られるのと、はいはい、うーん、まあ、分からんでもないけども、うん、本当かどうか分かんないからね、もうその時のまあそうですね、今言ってることが本当かどうか、うん、僕はねお金を請求されたりとかっていうことはなくて、よくしていただいてたと自分では思ってたんです、まあ、弁護士がっていうふうにも認識してましたし、どこに助けを求めたらいいかわからないもがいてた状態でお話を、まあ、聞いてもらって、すごいその時はもう心強い気持ちだったんですよ。僕らからしたらやっぱり何も知らない無知なものよりもやっぱりずっと詳しいと思うんで、やっぱり心強いって思うんでね、本当はだからこんなやり方だってしたくなかったですよ本当は、うん、だけどやっぱり、まあ、僕だけじゃないいろんな人が相談したりとか、ね、個人情報を知られてしまった人もいるっていうふうにも聞いて、弁護士って言ってる方はどんな方なのって聞かれて、でも弁護士だと思うよってやっぱ僕も言っちゃってた部分もあったし、うん、だからまあ今回ちょっとこうやって来させてもらった次第です。だから本当に本当のそのお名前の弁護士さんにも迷惑かかってると思うし、実際ねお電話もしたんですよ、うん、本物の弁護士さんに、うん、でやっぱり私も行ってらっしゃったし、やっぱすごくしんどそうだったんです。でも私たちの話をねしっかり聞いてくださったりとかして、ね、対話もしてくださったんですよ。すごい迷惑かかってますよね、うん、どうしますか。じゃあもう呼びます警察。まあ、警察呼ぶっていうか、まあ、じゃあ警察署に一緒に行くとかね、うん、まあ、僕も配信者なんでやっぱりそれがこう外に出ちゃうと、いろいろ困ることだってあるのは分かると思うんですけど、それをまあ何かしらの方法で妨害しないっていうことを約束してもらう形を取ってもらいたいです。でも今身分を自分の身分とかを言えないですよね今僕らに、うん、多分警察しかなくないですか、うん、まあ、てなるとやっぱね警察も挟むしかないっていう、まあ、なんで、まあ、今からね警察行ってもらって、それでいいですか。じゃあ
そうですね、あの今言わはったみたいに僕一回帰って片付けて、まあ、どういうことになるか分からへんけど、いや一回帰るって、いやいやダメですよ、私たちも連絡つかなくなるじゃん、うん、逃亡するじゃないですか、そんなことしないです、いやいや、そ信用がないですよ、信用がなかった、はい、まあ、なかったなかった、うん、なのでもうここ呼ぶか、はい、もう一緒に行くかのどっちかですよ、いや僕片付けて、やじゃあもう呼ぶしかないですね、今、片付けとかじゃないです、片付けはもう証拠隠滅になっちゃったりするんで、うん、いやだからそれ分かんないじゃないですか、うん、もう信用がないんです、信用ゼロですよ、実際引っかき回されたんでね、平山にしてちゃんちゃんで終わりませんよこれ。いや自首します、そしたら。じゃあ一緒に今から行くってことですか？一緒に行かないですね、自分で。いやいやいや、逃げる気満々じゃないですか。今40分は早いと思いますよ。運を言わせて、ちなみに呼びますよ、ことの説明して、うん、こういう状況ですって言った方が早いと思います。うん、てか自首は二度でもですよ、だって。一緒に行くんで行きましょうよ。自首するなら一緒に行くんで。いや、バルちゃん優しいから。本当に、だって。で呼ばれてくるのと自分から行くのと違いますよ。一緒行きましょうよ。僕らもねちょっと多勢に無勢であんま攻めたくないんですよ、あなたのこと。そうです、うん、みんなはどう思ってるか分かんないですけど、僕個人としてはとっ捕まえてほしいわけじゃないんですよ。ただ身元も何も分からない状態でいられるのが困るんですよ。別に僕は分からなくてもいいです、警察が分かってればいい。うん、確かにこう責められても仕方がないし、はい、責める気持ちもずっと分かるし、はい、でそれなりのことをしてるのも分かる、うん、でもう今助け船的にこうやってしたっていうことで言ってくれてるんです。どうするんですかって、だから、うん、結論ですか、はい、いや行きますけどですね、一緒に今から行く、一緒に行きましょう、一緒に今から行く、それだったら問題なければ行きます。わかりました、まあ、あとツイートしてくださいよ今、後でします。今した方が良くないですか？だから自分が偽物だっていうのを知られたくない人がいるとしか思えないですけど。いや、わかりました。それで通それを、出してその代わりそのまま僕のツイッターを削除しますので、それを長いことそう置いとくのも問題があるし、うん、なんでですか？長く置いとかないと見てない人もいるじゃないですか。だからなんでそんなすぐ消したがるんですか？もともと絵面もないから少ないからいらんかなと。いや、じゃあ残しておいてもいいじゃないですか、別に、うん、残しておいてください。やばいですね、緊張します。どうする、実はめっちゃ個人情報書かれてた最後のあがきで。でも普通は騙されないですからね、でも僕からちょっと言わせてもらうとちょっと申し訳ないですけど、まあまあそうですね、やっぱそのちゃんと事務所に行くというか、ネットで済まさないっていうその打ち合わせみたいなの、どうですか、そろそろできました？ツイートしました。あ、ツイートした、うん、した。法律職であった、まあ、これも本当かどうか分かんないですけどね、実際。じゃあ行きましょうか、もう警察署に。そうですね、はい、はい、まあ、ちょっとね、いきなりあの第三者が介入していろいろ言っちゃいましたけども、はい、そこはタクシーで俺ら、はい、ということで今ね警察署に向かってます。はい、うん、まあ、どうなるだろうね、まあ、なんか実際犯罪だけど、うん、すぐ逮捕みたいな基本ないから。そうですね、うん、はい、まあ、ということでね、まあ、全員ねちょっと集まったんですけども、はい、はい、まあ、なのでちょっと僕らもここまでなんで、あとは被害内容をちゃんと伝えて、はい、まあ、どういう対応してもらえるかみたいなのを聞いてください。はい、お願いします。はい、どうも、目をかけました。あ、はいはい、全然関係ない人たちが一緒になってくる、まあ、真相を多分暴くということで、はいはい、批判されるから、はい、まあ、それはなんか違う意味で間接的に迷惑かけたのも間違いないと思います。はい、まあ、これが廃止するかしないかとも全然別の世界として大変迷惑かけたと思います。わかりました。そこまで来てくれはって、はい、いろんなことでも今からそれについて何かの形では、はい、どうなるのか分かりません、分かりませんが、はい、きちんとこの部分は対応していきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。もうせめてそれが、はい、皆さんがせっかく道路に来て雨の中、はい、こんなことしてくれたことに対する感謝といったらおかしいけど、反省というかそういうのを僕の表しになると思います。はい、まあ、善意でやるならもう嘘つかずにお願いします。うん、はい、お願いします。まあ、なんとか多分してくれるでしょう。後日ね、どうなったかね、また聞いて動画で公開します。はい、はい。